ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回ね、未来の読む会に行こうって前回言ったんやけど、実はクエストのうすらぬらになんかまた一個増えとって、そっちを先行こうかなと。稲荷神社を照らす光。辰巳川端南にある稲荷神社に最近狐のような青白い光が出るらしい。狐のお化けが人間に悪さをしようと企んでいるなんて噂もある。狐のお化けの正体を突き止めるぞ。ってことで、これは未来に行けばいいってことやね。はい、稲荷神社を照らす光調査開始。クエストを進めてみよう。稲荷神社って中学校の近くにあったよな。あそこ人がほとんど来ないんだよね。とりあえず、さあ、未来。未来の？どこに行けばいいの？桜本町第一小学校、桜第二中学校かな。中学校の近くって今言ったよね。はい、中学校到着。んで？あ、そっか。いつも思う。自転車を持っていない。さあ、どこですか？あ、あの範囲に何かしらあるっぽい。そして拾っていく。銅のこけし、いいね。あ、これか、稲荷神社。なるほど。さあ、ここで、あ、近くに A ランクの、ちょっと待って、こっち開いとく。これ開くね。よし、なんかいろいろ落ちとる。ウォッチロックは解除された。これ使えるようになったりとかしないか。はい、象形検知玉、銅のこけし、そして五つ星コインを手に入れた。やったね。イエーイ。あ、んで？ここの範囲で調べればいいってこと？あ、そこ？あ、待って、目の前に。目の前にいたよ、怖い。ビク。キュービを見つけた。これ未来のキュービってことか。どうも。ふむ。お前たちか。あの時は世話になったな。キュービ、こんなところで何してるの？この神社に使える新たな妖怪を探している。もともとこの神社には長らく使えていた狐の妖怪がいたのだが、とある事情でこの地を離れてしまってな。この神社には今は誰も妖怪がいないのだ。あれ？それって問題なの？大きな問題だ。まあ、要は神様的な存在がおらんってことやろ。ダメやん。何のご利益もないやん。使えるもののいない神社を放っておくと、悪い妖怪が取り付き、周りに害を与えてしまう。そうなる前に新たな妖怪を見つけ、神社に力を取り戻してやらねばならん。しかし、適任者が見つからなくてな。さて、どうしたものか。大変なんだね。何か手伝えることはない？力になってくれるのか。すまない。助かるよ。では、過去の桜本町に行って、ここと似たような稲荷神社を訪ねてくれないか。そこにも狐の妖怪が宿っているはずだ。相談すれば他の妖怪を紹介してくれるかもしれない。わかった、行ってみるね。過去の稲荷神社。過去。高城邸あたりかな、近くは。はい、到着。さあ、そして、そう、タイちゃんのね、あのクエストもやりたいんだけど、まだそこはクリアできなくってね。3匹のヌメヌメした妖怪がちょっと手に入っていないので。ドアのこけしめっちゃ落ちとるやん。超落ちとるやん。いいね。あ、ちょっと待って、これも拾っとく。アジの干物。さあ、どのあたり？あ、お、闇キュービじゃない？かっこいい。どうも、闇キュービを見つけた。過去に祀られとるのめっちゃかっこいいやん。うん。我が名は闇キュービ。そんなかっこつけないでいいよ。約束の地に祝福をもたらす、漆黒の獣と呼ばれし者。なんて、どういう意味？ちょっと中二病みたいな。何を言ってるのか全然わからないぞ。ちゃんと聞いてあげて、みんな。永遠の闇の中で眠りにつく我が名を呼びし、罪深き者は誰だ。痛いよ、なんか、トーマが話し合いそう。つまり、
眠ってたのに起こさないでよってことかな。めっちゃ簡単にされた。理解ある人間もいたものだ。人間よ、我の力が目的か。ならば何じゃらの定めをここに示すがよい。何じゃらの定め。よかったら手伝いますよってことだね。じゃあ漆黒の獣にお願いがあるんだけど。トーマの通訳が必要。僕たち悠久の時を超えし妖怪対峙者たちなんだけど、あ、同じレベルで話しよる。宿る妖怪を失った悲劇の神社を救うため、運命に選ばれし妖怪を探しに来たんだ。こういう感じで喋ってあげんといかんのやね。いや、人間たちよ、我が知識の泉をもってしても運命に選ばれし妖怪の名は聞かぬ。己に照る闇を切り開き、差し込む一つの力をつかみ取ってみせよ。よし。そうか、漆黒の獣よ、ありがとう。だってさ、何が？今ので話は終わり？言ってることが何一つわからない。要は思い当たる節はないけん自分らで探せってことやろ。そうだね。ここに探してる妖怪はいないから予想を探してということらしい。おいおい、分かってたまるか。分かってしまった私。闇キュービと話すときは今度からトーマにお願いしよう。それにしても当てが外れちゃったね。これからどうしようかな。サクラニュータウンにいるキュービにも相談してみる。それいいな、同じ狐に妖怪らしい、力になってくれるかも。確かキュービは夜の桜第一小学校にいたよね。話を聞きに行こう。あ、まだおるな、そこに。それじゃあとりあえず現代の桜第一小学校に行けばいいのかな。はい、到着。ってことでキュービー、なぜこの時代のキュービーは小学校にいるの。なぜ、なんかあのクエストの時だけかと思ったら常にいるの君。おや君たちか、今日はどうしたんだい。実はちょっと相談があって、未来の辰巳川端にある稲荷神社に仕えてくれる狐に妖怪を探しているの。その神社には誰も妖怪が宿っていなくて、人も少ないし困っててね。未来の稲荷神社か。活気のない神社を蘇らせるなら、多くの人々に興味を持ってもらう必要がある。普段神社に来ないような若者を呼び込むのが良いかもしれないね。今時の若者にも受ける可愛い系の狐妖怪っていうのを探してみるのはどうかな。ありがとう。可愛い系の狐妖怪か。ありがとう、探してみるね。見つけた妖怪をメインメンバーに入れて辰巳川端のキュービーに見せに行こう。コンタンでいいんじゃない。ほら、アイドル、狐妖怪のアイドルやん。そういうことじゃない？とりあえず、あ、しコンタンだって前使いよってやん。あ、おったおった。ちょ、コンコンって名前はちょっと変わっとるけど。あの婚活でゲットしたやつやけんさ、ちょっとあれやけど、とりあえず、え、じゃあこれはコンコンは私の手を離れるということかしら。なるほどね、まあ、そういうこともあるね。ってことで、過去の稲荷神社にまた行けばいいんかな。はい、来たー。さあここで、あの妖怪のマークがキュービかな、多分そうやね。場所的に。はい、来たー。おる？あ、おったおった。まがまがしい気配を。どうも。あれ、どうも。え、どうして話ができないの。もしかしてそこにいますよね。夜はダメとか、なんかそういうのがあったりとか。なんかさ、話しかけてやめるんやけど、どういうこと。ちょいちょいちょい、ちょっと待って、一旦ベンチで休ませて。じゃあ、そして明るい間にちょっとまた話しかけるので。あ、トーマじゃないといかんとか、そういう、それはないかな、どうなんやろ。ちょ待って、とりあえず、ちょ待って、トーマにして話しかけてみよう。もしかしたら話が通じないとか、そういう
のがあったりとかなかったりとか。どうすか。いや、やっぱり話せない。え、メインメンバーにさ、コンタン入れたよね、私。ちょ、待って。入ってる、入ってる。ん？ここは？あ、ここ、あれやん。過去やない？え、違う。未来よ、未来。私が行くのは未来だ。話す相手が違ったのか。え、話す相手が違うけんってさ、何？無視なの？え、待って。無視なの？闇キュービー。もう語ることはないって？ふぅ、何かしらのバグが起こったかと思ったよ。ちょっと訳がわからなくなるところだった。そして無駄にトーマに変えた。ふみちゃんで行きましょう。未来だね、未来。うんうんうん。未来の稲荷神社の後継者がいなくて困ってるんだ。はい、到着。ふう、本当に一瞬すごく混乱した。どうよ。稲荷神社に使えることのできる狐妖怪は見つかったかな。これだという妖怪がいたら、ぜひ見せてもらえないか。今時の若者にも受ける可愛い系の狐妖怪だったよね。メインメンバーに入れている妖怪をキュービーに見せてみようかな。うんうん。オッケー。それならとっておきの妖怪を連れてきたよ。出てこい、私の友達、コンタン。どう？キツネ界のアイドル。コンタン！みんなのアイドル、コンタンだよ。おい。随分と雰囲気の軽い妖怪を連れてきたな。本当に大丈夫か？絶対大丈夫だって。ちゃんとキツネの妖怪らしい。見え見え。あ、キノリ、適当なことを言って、早く事件を終わらせたいっていうコンタン、見え見え。なんでそれを。コンタンだからね。これがコンタンの力だよ。みんなの考えているちょっとした企み、つまりコンタンを暴くことができるの。はあ、なるほど。相手のコンタンを暴くということは使い方によっては便利かもしれない。お、ちょっと感心した。神社に来た人々の悩みが手に取るように分かるということだからな。ああ、なるほどね。でしょでしょ。コンタンに任せておけば神社の一つや二つ余裕で立て直しちゃうんだから。なるほど。自信たっぷりなところもいい。お前にこの神社を任せてみようと思う。やった。おお、あとはそうだな、お決まりのあれをやっておくか。うん、お決まりのあれ。心身ともに鍛え上げるための地獄の特訓さ。え、コンタン、そんなの耐えられるの？神社で役目を果たすには強い妖力と優しい心が必要だ。そのための特訓は神社に宿る狐妖怪の習わしなのだよ。あ、そうだ、私この後ちょっと用事が。神社を抜けるとかいいんすか？そのまま逃げようっていうコンタン、見え見えだよ。おお、ひー、バレてる。まさかのコンタンだ。お、悠久の時を超え我この地に現れん。新しい神社の狐妖怪を見つけたんだってね。ちょっと様子を見に来たよ。すげえ、キュービーたちが。はあ、お前たち、ちょうどよかった。実はこれからコンタンに特訓させるところなんだ。よかったら協力してくれないか。お前たちがやれば効果も3倍だ。3倍きついってこと。それ特訓の量も3倍になるんじゃ。へえ、面白そうだね。久しぶりに本気を出しちゃおうか。コンタン死ぬんじゃね。我が教えでそなたの真の力を覚醒させてやろう。やればいいんでしょ、やれば。おお、やるんや、えらい、コンタン。こうなったらみっちり特訓してみんなを驚かせてやるんだから。おお、素晴らしいね。お前たちのおかげで稲荷神社にも活気が戻りそうだ。どうもありがとう。過去の世界のキュービーたちにも世話になった。いつかコンタンの成長を見に来てほしいものだね。桜ニュータウンのキュービーにもよろしく伝えておいてくれ。わかった、伝えておくね。コンタンにもよろしくね。稲荷神社を照らす光、バッチリ解決。これからのコンタンの成長が楽しみやね。あ、でも一応手元にはおるまんまなんや、コンタン。なるほど、いいやん。頑張ってる、コンタン。私はこの神社に宿る狐の妖怪、コンタン。人の子よ、悩みがあるならここに打ち明けなさい。コンタン？どうしちゃったの、その話し方。
大きな声では言えないけど、こういう感じでやれって言われてバッチリ特訓されている。とにかくお仕事中に気安く話しかけないで、せっかく作ったキャラが壊れるから。頑張ってね、コンタン。大変そうだな、コンタン。お前たちのおかげで稲荷神社にも活気が戻りそうだ。どうもありがとう。よし、ってことで一応、まあ、これでクエストというか、まあ、解決って出たんやけど、この後現代の桜ニュータウン、現代桜ニュータウンの桜台中学校、こっちに飛んで現代のキュービー、ここね、桜ニュータウン桜台一小学校、まあ、夜にもう一回あのクエストを成功した後でやってきて、キュービーに話しかけると仲間になるそうなので。こんばんは、キュービー。やれやれ。なんだ、また君たちか。まったく物好きな人間たちだ。ま、協力はするけどさ、今度は一体どんな妖怪を探して。いや、今日はそういうのじゃなくて、未来の稲荷神社の報告に来ただけ。コンタンのおかげで稲荷神社に活気が戻ったよ。未来のキュービーが世話になった、だって。そういう用事か。わざわざ伝えに来てくれてありがとう。君たちにも随分手伝ってもらったね。キュービー一族を代表して礼を言わせてもらうよ。礼の一言で済ませるには僕のプライドが許さないな。君たちにはとびきりのご褒美、僕のアークをプレゼントしよう。ありがとう。え、キュービーのアークをくれるの？ありがとう。困った時はいつでも呼びなよ。よっしゃー、これでキュービーが友達妖怪。キュービー。やったね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、こうやってね、続々と最後の対戦を前に強い妖怪たちを仲間にしているわけだけれども、みんな活躍してくれるかな。